どうしたん？迎えに来た。え？迎えに来た。おお、ありがとう。え、座席これだけ？え、だって2人で乗るんだから2つで一緒。え、19人乗りの乗る人が何言ってんの？え、ちょっと待って。あ、ベルトがない。え、ベルト？ベルトって何が？ベルト、座席ベルト。座席ベルト？座席ベルト。飛行機じゃないんだよ。え？え、なんか、よくわかんないけどさ、これ何？車。うん。三輪車だよね。農民ついてるイメージ。見えなかった。ミゼットだよね。そうだね、ミゼット。どうしたの？え？あった。え、六輪車の次は三輪車になるわけ。そう、やっぱタイヤはさ、3の倍するじゃないとダメかな。ちょっと待って、次九輪車ってあるの？何が作ればいい？おー、まあ、ちょっと楽しみにしてるわ。バッシャンネル工業だったらね、作れると思うんで。あー、なんかすげえ無茶ぶりきたけど、へえ、なんか面白いおもちゃ買ったね。おもちゃじゃないよ、自動車だよ。いやいや、分かってる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 けどさ、おもちゃじゃない。え、ちゃんとハンドルがついてて、エンジンついてんだよ、うん、走るんだよ、タイヤついてて。なんかあれに似てるね、ホンダのカブ。あー、エンジンはね、単気筒だもん。あー、単気筒。単気筒。発電機みたいな感じだよ。あー、そうだね。三速。MT。あー。今までさ、迎えに来てもらうとき8位だったじゃない。そうだね、うん、そっちもだいぶ、まあ、クレイジーさはあるけど、まあ慣れてきたのよ。おお、慣れてきた、うん、うん。もっとすごいので来たね。だってこれ普通の一般自動車だよ。まあ3ナンバーだけどね。ねえ、ほら、大衆車ですから。いつの大衆車買わないって言った俺が大衆車買ったんだ。だからいつの大衆車？昭和37年。昭和37。あ、この車は40。昭和40年。今平成だよ。令和だよ。そうだよ、うん、ああ、そうだよ、うん、そうだよ。何年前よ、だから。何年前？57年前くらい。57年車って生き残ってる。車だからね。すごいね、動態保存されてたんだね。いろいろシンプルすぎてびっくりなんだけど。これ以外なんか必要？え？これ以外なんか必要？いや、8位乗ってる人が何言ってんのかよくわかんないんだけどさ。サイドブレーキ、もう一回かけてみて。
そこ来たか。どうも一回。80点。あ、点数つけられちゃうね。あ、でも面白い車買ったね。本当にちゃんと車検もついてるよ。ついてるね。なんでミゼットなの？かっこいいから。なんで8位なの？かっこいいから。何も言えないねそれ。それ言われたら何も言えないね。車ってかっこいいから買うでしょ。まあそうね、車好きはかっこいいから買うね。そう、うん、かっこいいからとかかわいいからとか ね、 あれもかっこよくない？ゾートンレンジャー買ってもいいんじゃない？いつかはね、いつかはレンジャーって言うじゃん。言わない？まあそういうことは聞いたことあるな、ね、あのバスチャンネル俺かい、他に誰かいるんだよ。だってね、CM とかで言われなかったっけ、いつかはレンジャー。そうだっけ、ね、バスチャンネルの CM やめてよ。出るんだね。65キロまでは出せるらしい。おお。出したことないけど。で一応高速も走れる。シートベルト。あれでもいらない？いらない。必要なのかな。それのね。走れる。だよね。走れる、シートベルトマジで。最低速度50キロさえ守ってれば走れるってことだよね。相当頑張んなきゃだけどね。坂道で落ちそうだね。絶対無理でしょ。30とかになっちゃうね。東名高速とか絶対無理だ。無理だね。ね、上信越とかも走れないよね。無理だろうね。もう首高速がせいぜいだろうね。福岡都市高速とかね。名古屋都市高速とかね。ね、都市高速ないんだよな。大阪はあるね。あれ札幌はあった気がするよ。福岡ある。福岡あるよ。だからあれだよ、西鉄バス走るじゃん、ね、あれ大好きなの、あの KLUA452TAN。 452TAN ってさ、あのアルファベット読みすると452たんだよね。可愛くない？可愛いね。恋しちゃうでしょ。え？恋しちゃうでしょ。何話そうとしたか忘れちゃったよ。え？これ長さどんぐらい？長さはね、297センチだった。297。リエッセの高さとあんま変わんないね。お、確かに。282。リエッセの高さぐらいになるそうです。じゃあこれぐーっと立てたらね。リエッセと同じ。それだよね。そういうことだね。ああ。で重さは？重さは自重が、自重が410。410。4台、5台でリエッセの前輪分ぐらいかな。リエッセで例えると分かりにくい、ね、分かりにくいね、難しいね。やめようか。あの俺の体重がなんか8人分か7人分ぐらい。それ嘘じゃん。7人分か、うん、7人分だ。知らんけど。まあでも止まってると普通の車って感じする、うん、でしょ、うん、普通の車だもんだって。そんなに
めちゃめちゃちっちゃいって感じでもないもんね。普通の車だもんな。そうなんだけどさ、そうなんだけどさ。ここが給油？給油口。混合油、エンジンオイルとガソリン。どんぐらいの割合で？ね、夏は20対1でやってて。季節によって違うんだ。もうエンジンのかかりとかが全然違う。へえ。え、で燃費はどんなもん？燃費はリッター11キロとか。11。あ、街乗りで結構いい方だね。この年式なのにね。多分田舎乗りすればもっといい。じゃあ今のミニバンぐらいの。あ、ちょっとね、ノアとかそれぐらいのクラスの燃費かもね。そうだね。すごいね。それがこの年式で実現できるっていう。まあ、ピストンが1個だから。ね、多分ねバスチャンネルを見てくれてる人は11って聞いたら燃費いいねって言うと思うんだけど、ね、初めて見た人はいや11悪いじゃんってきっとなる、ね、なるね。テレビ横回して35キロって言ってるみたい。 ね、35キロなんか車じゃないですよ。怒られちゃう。さてそしてエンジンルームを見せてくださいね。あ、そこ外すんだ。へえ、すごい間抜けな感じになっちゃう。棒だけ。え、あ、そうなんだ。で、へえ、バッテリーが30A19L。 もうめちゃめちゃちっちゃいってわけでもないんだ。何ぐらい？どうだろう。でも多分ゴーカートより大きいよね。ゴーカートよりは大きい。うん。いや、今の軽自動車とそんなに変わんないんじゃないかな。本当。うん。ほー。これは何？ダースベイダーみたいな感じ。あ、そう。よく知ってる ね。あのね。バカにしないで知ってるよ。これはね、あのね、かの有名なね、ライトセーバー。随分存在に扱ってたけどね。でね、これでね、これがね、なんていうか知ってる？ホースって言うんですよ。ホースね。フォースじゃない。ホース。ホースね。いいよ、もうそのネタは。断熱の意味でね、これきっと。そうじゃないかな。で、こいつがキャブレター。で、ミッション。ミッション。かわいいね。でしょ。片手で持てるぐらい、ね。あ、そうでしょう。ね、リエステのミッション200キロぐらいあるんだけどさ。これ何十グラムとかそういうレベルだって、リエステのミッション2個分でしょ、車体の重さが。そうですね。ね、最大積載量がリエステのミッション1個分でしょ。リエステのミッションも運べる。そうだね、そう考えると結構すごい。シンプルだね。シンプル。で何 cc だ。 305cc。 305。 はい、分かってる。あれか、それは車台番号。あ、そこそこそこ、うん、あ、これね、305 ZD エンジン。ZF じゃない。そう、ダイハツ ZD エンジン。へえ、聞いたことないね。当たり前だな。単純構造のね、鏡みたいなエンジン。本来はね、ここにオイルタンクがあるんだけど、撤去しちゃう。何のオイル？エンジンオイル。エンジンオイルを本当は一緒に給油にして混ぜて出してくれるっていう機構があった。混合油にしなくて済むってこと？済むっていうこと。へー。だけどこれが、それがあのすごく初期の製品だから不具合がありすぎて、ああもう取っちゃって、自分で待ってた方が安全だっつって、ガソリンスタンドね、携行缶で買ってきてますよ。あ、そうか、ガソリンそのまま入れちゃいけないわけだもんね。そうそうそう、混ぜてからじゃないと入れらんないもんね。そうなんです。そこはちょっとめんどくさいね。
ね、小回り効くし、すごくいい車なのにね。何リッター入るのタンクは。15だらしいよ。15、うん、あ、静岡には行かれないか、西の方も。でも高速道路だったらもうちょっと伸びるんじゃない。あ、そっか。へえ、ね、面白いおもちゃを買いましたね。まあね、いや、もうね、やっぱ実用性あるよね。まあね、まあそうね、うん、とても使いやすいよ、うん。さあ、これから八吉君は 8E とこの MP5 の2台持ちになりましたが、引き続きバスチャンネルともどもよろしくお願いします。はい、お願いします。以上でした。以上なの？え、以上じゃないの？最後に一言。え、何？なんか罰。え、面白いの、なんかそれオーナーが言うんじゃないの？それはやっぱチャンネル主だ。最後に一言、面白い。ありがとうございました。